こんばんは、ロビーラウンジへようこそ。ロビーです。さて、今回泊まる宿は三井ガーデンホテル京都新町別邸になります。ということで、皆さんご無沙汰しております。約1ヶ月ぶりの投稿ですね。この1ヶ月、私はちょうどね、京都は紅葉シーズンを迎えておりましたので、ちょっとね、京都に遊びに来た友人を案内していたり、私自身も京都のあちらこちら、Uber 配達員として、回っておりました。本日は12月25日クリスマスということで、皆さんの元にはサンタさん来たでしょうか。私は、レストランからね、お食事を持って皆さんのお家へ、サンタさんとして Uber 配達員として届けておりました。昨日、そして本日も今ちょうど配信している時、私は自転車で京都市内を駆け巡っていることでしょう。さて、今回の宿ですが、はい、三井ガーデンホテル、私の好きなホテルの一つでございます。その新町、京都新町別邸ということでね、京都らしい雰囲気、ロビーからね見せてくれてますよね。まあ、さらっと流してしまいましたが、なかなかね、入り口入ったところもね、おーというリアクションを私本当はしておりました。なかなかね、見事な張りと、こうしたね、こうロビーのデザイン、衣装に優れた、アートも館内至るところで今回見受けられます。さて、そんなリポートを交えながら、私の近況もちょっとお話しできればと思います。そうなんですね、まあ1ヶ月ぶりとはいえ、そんなね、期間1ヶ月間空いたわけではないですが、なんだか久しぶりな感じがしております。というのも、この1ヶ月いろいろあったからでして、そう、紅葉シーズンもあったんですが、この1ヶ月で2、3回ぐらい、ちょっとね、私東京の方に、3回ぐらい往復しておりました。今回、今日のこのホテルの次は、東京の宿を取り上げる予定でございます。もうなんかこの1ヶ月でそんなに頻繁に東京行くもんですから、もう東京にね、ちょっとね、拠点を構えようかなと、思っている次第でございます。ちょうどね、内見1件して、よし、この部屋借りて2拠点生活始めようかななんてね、思ったりもしたんですよね。ただね、その物件、よし、内見も終えて、よし、ここにしようって決めて、一晩寝かせたらね、他の方に、先を越されてしまいました。はい。そんなこんなで、ロビーからお部屋に向かっている途中です。ここはまだ1階ですね。今見たところ、もうお部屋の客室フロアですが、こちらはね。今見たところ、ここのね、ホテル、京都新町別邸では、人工のね、人工の炭酸温泉が、楽しめるところでございます。さすがに中は今回は撮影しておりませんが、皆さんぜひ行ったら楽しんでみてくださいね。さて、今回と思われるお部屋は、お部屋お任せプランだったのかな、ツインルームを割り当てていただきましたということで、お部屋がじゃんとこちら、はい、今回はね、コンパクトなお部屋ですね。ただ京都の別邸という名前がついてるだけあって、京都らしい和モダンな感じの、デザインとなっております。とても落ち着く障子もあってね、開けてはいけない障子ですね、これはきっとはい、そんなこんなでちょっとね、お部屋をぐるっと見回していきたいと思います。いや、皆さん最近ホテル泊まってますかね。私はその観光、紅葉シーズンもありましたから、なかなかね、こう、ホテルに泊まる機会なかったんですけども、東京に行った時にね、ちょっと泊まってきてまいりました。ただね、毎回ホテルで、動画を回すわけではなくてですね、私も動画撮るとそれなりにこうエネルギーを必要とするので、動画を撮らない日は、今まで泊まったホテルに泊まることにしているんですね。というのも、なんか新しく初めて泊まるホテル行くと、どうしてもね、動画を回したくなってしまうんですよね。なんでしょう、もう最近はそれが一種の職業病ですかね。なので、本当に休みたいときは今まで泊まったホテルを、泊まるようにしております。この間東京に行った際にはですね、東京池袋のルートインに泊まったりしましたね。ビジネスホテルですね。
というのも、この間映画のねマトリックス皆さん見ましたかね。マトリックス20約20年ぶりにこう最新作、今上映しておりまして、それをもう公開初日の、日付が回った0時の回、東京池袋のねサンシャインシネマ池袋、一番バカでかい、日本で一番でかいスクリーンで、深夜12時回った直後に始まる回で見てまいりました。最近ちょっとマトリックスとかね、あと、アニメでソードアートオンラインなんかね、ちょっと仮想現実系のね、お話にハマっております。さて、そんなこんなで、私が喋ってる間に、ちょっとね、お部屋の案内は映像としては進んでおりますが、ちょっとねこれ翌日の映像なんですが、私ここの壁際にねこのお茶類ミニバーがあるの気づかなかったんですよね。昨夜はあれケトルあるのにコップがないなーとか思いながらねずっと過ごしてたんですね。翌朝見つけましたね。はい。そして、禁断の障子の向こう側はいかにすりガラスでしたね。はい。まあ開けない方がそのまま開けずにねそのままいるのが風情あるのでしょう。さてぐるっと見回して玄関入り口の方ですね。お部屋全体はコンパクトながら玄関はとても広いものでしたね。入り口入ってきますと右手すぐのところにクローゼットスペースで、上にねちょうどこんなところに寝巻きがありました。ツインなので2セットずつで、上と下セパレート式の、素材はねワッフル感あるタイプの三井ガーデンホテル共通の、寝巻きでしたね。下には荷物置きとスリッパとありまして、姿見とあります。その他にもね、東京池袋のルートインの他に、まあ、ホステルとして、最近ね、いくつか店舗は潰れて、潰れて閉店してしまったんですが、ブック&ベッド、新宿の方に、私泊まっておりました。新宿店はやっていて、池袋と浅草がどうやらね、こう、閉店してしまったようなんですが、私のね、好きなホステルの一つだったので、大変残念ですが、まだ新宿店はやっていたので、そこに泊まらせていただきました。ブック&ベッド、名前からわかる通りね、本に囲まれて、寝ることができるホステルです。ぜひ皆さんも、機会があれば行ってみてください。ということで、映像の方は翌日になりまして、昼間のね、中庭を見下ろす感じで、ですね。はい。客室のフロアからはもうなかなか眺めがよろしくて、いいお天気に恵まれましたこの日はね。京都新町別邸全体はこんな感じ。上の方はホテルですが、作りは新町通りのね京町屋が並ぶ通りに合わせて、こうしたねこう京町屋らしい、ファサード表向けあの表になってますね。はい。お隣入り口でホテルの入り口の隣がレストランになっていました。ここでね朝食をいただくこともできます。私は今回はね朝食はなしのプランだったので、お部屋でちょっとねティータイムをしておりました。なかなかねこの机が下2段引き出し式でねこう出したりでき出すことができたりとね、なかなかやっぱ人も一泊だとね部屋の機能を全て使いこなせてない日があるんですよね。皆さんどうですかね。お部屋に入ったらひとまずぐるっと回りませんかね。ただね見落としてる箇所がね多分ねあまりホテル泊まられない方だと 2,3 箇所あるので、ぜひね、ひたすら探検してみてください。そんなこんなでもう終わりが近づいてきております。またね明日投稿しますのでお会いしましょう。ということで、それではまた。